ランキャスターパークはニュージーランドのクライストチャーチに所在する競技場。ネーミングライツにより1998年から2007年までジェイドスタジアム。2007年からはアミスタジアムと呼ばれていた。2011年2月に発生したカンタベリー地震の被害を受け2019年に取り壊された。1880年設立。 同競技場は1881年より1998年までランキャスターパークの名称で呼ばれたが1998年に命名権制度を導入し競技場の名称を有機売却する方針を決定したそのため1998年から2007年までの10年間の命名権をソフトウェア会社の j イ d へ売却し j イ d スタジアムと呼ばれた2007年に 損害保険会社のアミへ売却したため、現在は、アミスタジアムと呼ばれている。観客席も命名権制度により売却され、観客席ごとに異なる名称がついている。競技場の運営管理は、クライストチャーチ氏が出資した運営会社ベベースが行っている。なお、ベベースは、クライストチャーチタウンホールほか、ホール、競技場の運営管理も担当している。現在は、 カンタベリーラグビー協会の本拠地であり、スーパーラグビークルセーダーズの本拠地でもある。夏季には、クリケットの国際大会競技場としても使用される。他、ラグビーリーグ、サッカー、陸上競技、コンサート会場としても使用される。2002年の改修工事を経て、現在の座席数は38,628席。コンサート会場として5万人を収容できる。 コンサート会場として U2、ボンジョビ、ビリー・ジョイルほか多くのコンサートが行われた。ラグビーワールドカップ開催時は座席数を4万5000席へ拡張したが2011年2月に発生したカンタベリー地震の被害を受け開催を断念した。ありがとうございます。